はい、今日は2022年、6月12日ですね。今午後4時頃です。気温は、家を出るときは25度でしたけども、こちら少し山の方に入ると、23度になってました。やっぱり都市部よりも、こちらの方が気温が低いようですね。とても気持ちいい、気温となっております。今日は何がいるんでしょうか。いろいろ生き物がいたら見つけてみたいと思います。ではちょっと里山の方へ入ります。カエルがたくさんいますね。ヌマガエルでしょうかね。はい、ヌマガエルですね。青大将ですね。びっくりした。でけえなこれ。これは大きいな。はい、捕まえました。青大将でかい。ちょっと待ってよ、ちょっと一回置くよ。はい、これは大きいですね。何メートルあるかな、2メートルぐらいあるかな。これ僕の身長よりも高いですね、明らかに。いやびっくりしましたね。ちょっとカメラ回してなかったんですけど、今からカメラ回そうかなと思ったら、目の前にですね、この道にですね、普通にいましたね。おー、なかなかいいサイズですね、これね。青大将です。おとなしいですね、でもこれ。いい顔してますね。2メートルはないかもしれないけど、かなり大きいですね、これ。はい。やりました。まあ、どんな生き物がいるかなと思いながら来たんですけど、まあ、実はちょっとヘビをね、期待してました。するとですね、結構あっさりと、大物を見つけました。やったね。これはなかなかですよ。いいですよこれ。よいしょ。もう少し遊んできたいんですけど、まあいいかな。もう逃がしますね。よし。さようなら。かっこいいな。でもめちゃくちゃかっこいいなこれ。おお、田んぼの中を進んでいきます。もうしばらく様子を見ましょう。どこに行くんかな。
あ、泳ぎ始めましたね。早いな。はい。いましたね。ヤマカガシですね、これ。これはちっちゃいね、まだ。ヤマカガシはね、一応やっぱ毒があるんでね、ちょっと念には念を置いてですね、はい。まあこれぐらいのサイズだと、まだ毒牙が発達してないと思うんですけど、まあ噛まれないことに越したことはありませんし、噛まれるとね、ちょっと毒が強いのでね、注意をして捕まえました。手袋もですね、牙が通らない、専用の手袋をしてます、中にしてます。はい、ヤマカガシですね。まだちっちゃいですけどね。はい、何がしますね。すごい数のオタマジャクシですね。はい、というわけでですね、今日は、特大の青大将1匹と、ヤマカガシの、子供ですね、この2匹のヘビをゲットしました。もうちょっといろいろ行きたかったんですけど、ちょっと、寝不足とですね、ちょっともうお腹が減ってしまって、もう歩けなくなってしまったので、もう今日はここで帰りたいと思います。はい、それではまた遊びに行きたいと思います。